痴漢も結構多いと思います、日本に何6回ぐらい あったんだ。あ、そう。でも日本の警察ちゃんと対応してくれてありがたいんですけど、うん、ちょっと痴漢は本当に勘弁してほしいです。そうね、はい、痴漢って日本独特の文化だよね。他の国はないから。あ、アメリカにやったら殺されそうじゃない、うん、電車でそういうこと、うん、いや本当にもうみんなポッポッポッ、うん、そうそうそう、日本だけだと思います痴漢って。それは日本の一つの悪い部分です、うん、そうだね、日本すごい大好きなのに。盗撮っていうのも日本独特？あ、いや、だから音出ます。あの、ね、そうそうそう、携帯の、ね、日本の携帯だけです音出るの、iPhone。あ、そう。カシャって？そう。イエス。恥ずかしくない？なんか本当。恥ずかしいよね。日本他の国の iPhone 音出ないですよカシャって。日本の携帯だけですあれカシャって音鳴るの。盗撮が多いから。だからあの異常なんです日本は。